こんにちは、グラス工房タップの福田勝です。10分水墨画、今回の課題はちょっと異色ですね。自然現象のこちらです。満月です。これを撮影したのは中秋の名月の翌日なんですね、ほぼ満月に近いです。ちょっと上の方かけてますけどね、まあ、よく映ってますね。前の方にね、雲が流れてるのがわかると思います。薄い雲は白く光り、厚い雲は黒いね、炭のようになって月を隠します。これをね、描いていきたいと思います。材料のご紹介です。筆は太筆1本、中筆1本、小筆1本、まあ、小筆は使わないかもしれませんね。紙は画仙紙半紙台、今回はね、にじみの多い白波を使いました。今回はね、絵の具使わず墨だけです。その他の材料のご説明はすいません、割愛させていただきます。お時間のあるときに20番の動画をご覧ください。最初にこのテンプレートでね、あの月の円を作っておきたいと思います。これ直径60ミリ6センチなんですけども、これでまあ半紙とは別の紙に、油性マジックでね、ちょっと輪郭を描いておきます。これをね、半紙の下に敷いて描くわけです。ちょっとね、小さいのに気が変わるかもしれないので、直径50ミリも描いておきましょう。左が60ミリ、右が50ミリですね。はい、これは霧吹きです。今回ね、この白波、半紙全体をね、霧吹きで濡らしておきます。こうすることによって、後から塗った墨が全部ね、にじむんですね。もうにじませるためにこうやって湿らせます。そして濡れてしまった下のフェルトは、取り替えて、乾いてるね、新しいフェルトを下に敷きます。はい、中墨作ります。小皿に筆で水を取り、濃墨をすくって混ぜて薄めますね。これ中墨。今度淡墨ですが、この筆をね、この水たまりの中にドボーンとつけて、そこをすくい上げたもの、まあ、これが淡墨になります。まあ、極めて淡い墨ということですね。はい、先ほどの紙を半紙の下に敷いて月の位置を決めます。中央だと無水ですので、少し左にずらして、まあ、上から3分の1か、中央よりちょっと上に置きました。そして淡墨でですね、丹念にこの月の周りを塗っていきます。月はハイライト、つまり紙そのものの白い色ですので、その周囲にこの淡墨を塗ることによって月が際立ちます。はい、中に入らないようにね、慎重に描きましょう。まあ、それでもね、後で外すと分かるんですけど、だいぶにじみ込んじゃうんですけどね。はい、淡墨で月描いて、もうこの下の台紙は不要ですので外しておきます。この後はこの半紙だけで描いていきますね。で、当然ですけど、この半紙、先ほど霧吹きをで振ったので濡れてます。びしゃびしゃってわけではないんですけども、湿ってますね。ですので、どんなに描いてもエッジが強く立つってことはないです。まず月の周りを淡墨で、広く塗っていきます。まあ、この明るいところっていうのはね、自然現象でいうと薄い雲が覆ってるってところですね。はい、手前は今中墨で、今度ね、少し厚い雲、垂れ込めた雲を描いてます。これ中墨です。このまま濃墨つけて、今度濃い、ね、分厚い月の光を遮る雲を手前に描いていきます。この辺のね、場所はもうどこでもいいです。ただ横にね、たなびいてる感、横長の感じは出した方がいいと思います。はい、これで淡墨、中墨、濃墨が出揃いましたんで、これを参考にして広げていきます。で、グラデーション出したいときは、そのまま筆を水につけて広げればいいわけです。はい、水で一回洗って、はい、また淡墨で塗り忘れた場所を塗っていきます。まあ、夜空だから全部真っ黒っていうんではなくて、
薄い雲に月の光が反射して、ところどころ夜空といえども明るいところがあるという風情を出していきます。少しこの雲のエッジをわざとこうぼかして、なんていうんですかね、煙のような感じをね、出していきます。はい、半紙の上のへり、ちょっと映ってない部分もありますけども、全体的に塗っておきます。塗り残しがないようにね、今回、何らかの墨で塗ることにします。で、構成がね、まだ定まらない場合は、まずね、単木で全部塗ってしまうのがいいですね。その後、重ね塗りで濃墨を乗せていけば、だん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 絵が出来上がってくると思います。で、先ほども言ったように雲はね、横長にたなびかせると、まあなんていうのかな、スペース感っていうんですかね、広がりが出てきていいと思います。だいぶこう雲感が出てきましたね。まあ、くれぐれもね、月の中に墨が落ちないように気をつけてください。そこは紙本来の白が残るように。だんだん乾いてきてしまいますけども、乾かないうちに完成させてください。必ず紙が全体的に湿ってる状態で、書き進めます。さあ、しばらくこのまま置いておいて、半乾きになったらね、また月の周りの輪郭をはっきりさせるために台紙の上に置きます。そして淡墨でもう一度丹念にこの月の輪郭を描きます。もうこの状態ではね、半乾きですね、しめしめっとした感じです。そうすると今度月のエッジがね、際立つわけですね。下に敷いた台紙のね、円、マジックで描いた円を頼りに、周囲に淡墨ないしはちょっと中墨をつけて塗っていきます。まあ、この辺のあの、なんていうんですかね、小細工的なところはね、今までのあのちょっと私の流儀に反してますけども、ここだけはね、ちょっとあのスパッとしたね、円を描きたいんでね、あえてまあ小細工をしてます。ご容赦ください。はい、月がはっきりしてきましたね。はい、月の前にね、ちょっとこう出っ張った雲ね、それも描いておくと、これも風情がありますね。月の円の中にこう割り込んでいった感じも出しておきたいと思います。だいぶね、乾いてきたんで全体的に淡く見えますね。墨は乾くと淡くなる性質があります。はい、落款して満月の完成です。ワンポイントアドバイスです。墨の境界をにじませて曖昧にしたい場合は、霧吹きで紙を湿らせてから描きましょう。はい、月のね、絵が出来上がりました。今回楽しかったですね。何が楽しいって、まあこういうね、にじみとかぼかしがですね、まあ思う存分に出せたっていうか、まあ一部分ね、月の周りだけはにじまないようにしましたが、あとはもうね、やりたい放題っていう感じで、どうやってもね、様になるんですよね。白くても黒くても、もう真っ黒でも様になるという感じでした。で、別のバージョンね、こんなバージョンも、これは黒が多いバージョンですけどね、こんなもんも描いてみましたね。ぜひ皆さんね、描いてみてください。あんまり考えずにね、いい絵が描けると思います。ね、たまにはいいもんですね。この動画が面白かったよ、役に立ったよと思われた方は、いいねのクリック、タップ、よろしくお願いいたします。チャンネル登録もお願いいたします。
最後までご視聴くださいましてありがとうございました。